けども、今日はねポムポムゆうりさんっていうね女性 YouTuber との初コラボなんですけどもね、ちょっとしょっぱなドッキリを仕掛けていこうと思います。その名も、え、もしかして私の王子様、いや運命の人、ドッキリガゼンやる気だぜ、燃えるぜバーリング。はい、まあどういうドッキリかっていうと、まあ女の子っていうのはね、やっぱ常に王子様とか運命の人が現れるんじゃないかっていうね希望をね持ってるんですよ。でどういう時にあれこれ私の運命の人かもしれないって思うかっていうと、やっぱりこう一緒にいて楽しいでしょ。で趣味もう何もかも価値観が合う、そして将来のビジョンが見える、この3つだと思うんですよ僕は。で作戦としましては、まず1つ目の楽しい、まずこのドッキリをする前にもう1個企画があるんですけど、そっちの企画を先やるんですよ。でちょっと慣れてきて意気だんだんし始めて、ちょっと楽しいなみたいな感じになってからこのドッキリをスタートします。そして2つ目、価値観がいろいろ合う、もう俺がいろんな質問をポンポンゆうりさんにします。で答えてくれたものに対して俺が全部イエス、そうだね、あ俺もそれ好き、え同じ趣味じゃんとか全部合わせます。こんなに価値観合う人いるのみたいな。そして3つ目、将来のビジョンが見える、まずもう YouTuber 同士っていうことで、まあお互いこうやりたいことが一緒っていうことですから、もうこれ将来のビジョンが見えますよね。お互いに頑張っていきたいみたいな。もうこの3つが揃った瞬間もうコロッといきますよ。やべ、ちょっとリップクリームめっちゃ塗っとこ。果たしてどんな結果になるかってことで、早速やっていこう。いや、お疲れ様です、うん、まあ次じゃあゆうりさんの動画、そうですね、撮りますか。はい、休みとか何してるんですか。休みは引きこもりですね。俺もめっちゃ引きこもりっすね。基本でも YouTuber 引きこもりですよね。そうですね。引きこもって何やってるんですか。 YouTube ばっか見てますね。俺も YouTube めっちゃいます。ネタ探し含めてもうずっと YouTube ですね。そうですね。ゲームとかしてないですか。ゲームはポケモン GO を最近ずっとやってます、はい、俺もやってます、ずっとやってます。もうハマりますよねあれは。そう、あれとかやります、ね、固定機の固定系のゲーム。あんまりやんないんですけど。まあ俺もあんまやんないですけどね、ぶっちゃけ、うん、そっち系あんまやんないですよ。そうです、あんま興味ないですよ。うん、でもドラクエとか面白そうですよ。ドラクエも最高っすね、うん、ドラクエ俺ほんと好きで、うん、一番好きなゲームなんですか。ドラクエ8が好きです。全く一緒。ほんと8やばいっすよね。8はやばい。8ほんと熱い。俺もうゲームの中で最高傑作だと思います。そこまで、うん、本当に何回クリアしたか分かんないっすね、うん、映画とか見ます。映画はあんまり見に行くですよね。僕はあんまり映画行かなくて映画あんま見ないけど、最後見た映画とか何。最後俺も当分見てないんだけど、デスノートだよね。でもデスノート好きってことは藤原竜也好きでしょ。いや、菅田将暉だよね、菅田将暉最高だよね、はい、めっちゃ趣味合うね。そう、こんな趣味合う人はまあ合わないわ。好きな動物は。動物は猫。一緒、猫。うちの実家猫3匹いるから。すごい。猫飼ってる。飼ってないです。だよね、自分ちはまあ飼わないよね。自分ちは飼わないけど実家に行ったらいい。確かに俺も自分家は買わないけど実家に行ったらいいぐらいの気持ちだよね。やばくない？こんなに会うことある？いや、ないです。ないよね、はい、いや、こんなに会う人マジでいないわ、うん、マジで運命の人かなって思い始めてるぐらいだわ。いや、そうですね。こんな人いるだって。いや、いない。いないよね。え、ちなみに好きなタイプは。好きなタイプは黒髪短髪。黒髪短髪。え、マジか。俺も黒髪短髪好きなんだよね。もう竹井壮みたいな女がいい。いや、こんな人いるんだな。これすごくない？会ったことないでしょ、こんな人。ないです、ないです。ちょっとトイレ行っていいですか。マジで、はい、俺も今ちょうど行こうと思ってた。あ、じゃあ先どうぞ。あ、いい、はい、お前、ほんとにもうここまで会うと思って。怖いね、怖くなってくる。怖いですね。ちょっと膀胱の大きさ一緒なんじゃない。いや、マジビビるわ。ちょっとでも思いました。ちょっとだけ。ちょっとだけ。ドッキリ大成功。はい、ということで、まあ、ちょっとでもね、運命の人からっぽいことをね、ちょっと感じてくれたっぽいんでね、今回のドッキリは大成功ですね。皆さんもぜひね、やってほしいです、みたいな。マジで面白いから、本当に。はい、ということでね、ポンポンゆうりちゃんのチャンネルにもね、俺とのコラボ載ってるんで、ぜひそちらも見に行って、チャンネル登録してください。はい、ということで、まだまだ他にも動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルから、ぜひ他の動画を見てください。他の方、チャンネル登録、お願いします。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ってことでまた会いましょう。またね。
いや、お疲れ様でした。今度こそ本当にお疲れ様でした。あ、トイレ行きます。はい、ちょっと行きます。あ、俺も行きたかった。